一つ特徴としてあるのが通信料収入が減りつつあると。これから覇権を握る企業ってどこだと思いますか？人間以外のものが通信すると。どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということですね、この動画は日経さんとのコラボで経済を楽しく学ぶシリーズです。概要欄に日経スタイルさんとの、記事も上がる予定なので、よかったらチェックしてみてください。今回は携帯キャリアを運営する会社の勢力の推移と今の現状、はい、それぞれの会社の経済圏についてお伺いしたいなと思ってます。はい、ドコモ、ソフトバンク、au の3社プラス最近楽天が出てきたと思うんですけど、はい、それぞれの会社の歴史についてまずお伺いできたらなと思ってます。はい、それぞれの会社の勢力の中歴史についてまずお伺いできたらなと思ってます。はい、そうですね、やはりまあ古くには NTT があったというところだと思います。まあ、日本電信電話という会社、まあね、そういった電話の会社があって、で最初はまあ自動車電話ですけども、まあ、自動車電話からそういった携帯電話といった感じでまあサービスを提供しました。ただやはりまあ国内1社だけではね、まあ、サービスも普及しませんし料金も下がらないというところもあるので、対抗馬として固定電話の頃は第二電電といった会社がありましたけども、そこがベースとなってまあ携帯電話サービスも立ち上げたというところで NTT とまあ DDI 系のまあ2社体制になったというところがあります。でさらにまあ90年代後半にもっと増やしましょうといったところで3社目として日本テレコム系の会社が誕生したりですとか、あとまあ通貨と呼ばれるような会社も誕生したりもしました。90年代はまあ4社とかそんな体制だったんですけども、ただまあ競争していく上でなかなかね4社では厳しいということもあるので、まあ通貨系とまあ日本テレコムといいますか東京デジタルフォンですとかな、まあそういった会社がいろいろと地域バラバラにあったりもしたのもごちゃになって、まあ3社体制になって、まあ NTT ドコモ、 KDDI、 当時はボーダフォンとかっていう会社になっていたというところはあります。ただまあ2000年代初頭ぐらいな感じで3社体制だったんですけど、今度はまあボーダフォンが厳しくなってきますよというところで、まあどっか買ってくれるとこないですかというところある中で、当時はねソフトバンクってまあヤフーとかで ADSL っていうまあね固定のインターネット回線を売ってたんですけども、これからモバイルの時代だということもあってボーダフォンをまあ1円で買収してソフトバンクが参入をしていきました。でソフトバンク前から参入したかったんですけど、なかなかチャンスがなくてボーダフォン買えるというので、まあ、買収と参入したんですけど、当時とにかく携帯電話料金高すぎるよねと、孫さんとしては私たちが安くしますというふうなことを旗印に掲げて、まあ、安い料金プランとして参入してきました。ネットワーク品質当時ね、ボーダフォンをベースとしたソフトバンクで悪かったので、なかなか乗り換えてくれなかったと。安いんだけども繋がんなかったら意味ないよねというので、ソフトバンクはあまり人気なかったんですけども、2008年に iPhone を扱うようになって、iPhone が使おうと思ったらソフトバンクしかないよねっていう状況で、まあ、ソフトバンクの人気が一気に高まっているという状況にもあります。ソフトバンクが iPhone 独占的に扱ってたんですけども、その後に au、 さらにドコモが扱うようになって、3社でみんなで iPhone を扱うようになったと。まあ、みんな便利に使っているのでなんとなく料金も上がっていって、まあ、これでもしょうがないかなっていうところで我慢しながらもスマートフォンを使ったという中で、今のね菅総理大臣が菅官房長官の頃にこれではけしからんと、国民の携帯代料金の、ね、負担が高すぎるということもあって料金引き下げなさいよというきっかけを作る中で、じゃあ、ね、楽天モバイルにまあ参入してもらいましょうというのが、まあ、この 1,2 年の話になっていて、現状では4社体制の不可解になっていると。で、まあ、4社になりましたっていうのもありますし、まあね、菅さんとしてはもっと安くしろということもあるので、もう最近は通信料金も下がっているという状況にもなっているのかなというのが今現状なのかと思います。意外とソフトバンクって若い会社なんですね。そうですね、携帯電話会社としてはね、まあ、15年ぐらいしかないというところですね。歴史って意外と短いんですね。そのスマホの歴史もそうですし、ガラケー自体も30年とかなんですね。そうですね、まだまだ浅い業界なのかなと思いますが、一方でね、まあ、劇的にまあ変化をしているような業界だったりもするので、まあ、その辺というのは非常に面白いんじゃないのかなと思いますね。運営する会社の勢力戦争っていうことがテーマなんですけど、はい、実際なんか戦争みたいな構図になってるんですか？ユーザーを獲得し合うっていう競争はずっとあったと思います、うん、なので、まあ、今はだいぶ落ち着いちゃいましたけども、それこそまあスマートフォンが出始めた2010年前後というのは、はい、まあ、競争激化していて、 iPhone がタダで手に入って
て、それを目当てに携帯電話会社乗り換えるってことも結構頻繁にあったのかなと思います。でスマートフォン欲しいなと思っても、やっぱり最初に、ね、本当は10万とか15万とか払わなきゃいけないじゃないですか、うん、それってものすごい負担じゃないですか。携帯電話って、まあ、分割で支払われるっていうのもありますし、さらにまあ昔はそういった15万円をタダにしますよと、実質0円でまあ契約してくださいねと。だけどまあ2年間使ってくれればまあこれでねペイしますんで、とにかく2年間使ってくださいよねっていうようなビジネスモデルだったので、まあここまで普及したのかなと。だから他にはないようなビジネスモデルだったからこそここまで普及したっていうのはと思います。携帯キャリアを運営されている会社の各社の今の戦略をそれぞれお伺いしてもいいですか。はい、現状で言うと楽天モバイルが今非常に勢いがあるのかなと。やはりまあ参入したてでユーザーいっぱい取ってこなきゃいけないというところもあるので、安い料金で攻めているというところがあります。楽天モバイル非常に面白いのが、彼らって今一石三鳥だって言い方してるんですよ、はい、携帯電話事業参入するときに3つ目的があると。一つは国内でユーザーを増やすこと、要はもうドコモとか au みたいに携帯電話事業で毎月1人当たりからね3000円とか取ることによってまあ利益を出しますよと。でそういったユーザーが楽天モバイルに加入してくれると、今度は楽天市場とか楽天トラベルとか楽天カードとか、そういった他の楽天経済圏で活動してくれると、うん、そうなってくると携帯電話以外でまあ利益が出ますよというのが2つ目の取り。でもう一つが、今楽天って自分たちでその携帯電話のネットワークを運営する仕組み作りを今一生懸命してるんですけど、それを海外の携帯電話会社に売るっていうのをやろうとしています。楽天モバイルで国内でサービス提供したことを海外でも売れるようにするってことをやろうとしています。面白い。なので楽天はそういったねことを踏まえて今サービス提供しているという状況にもあります。すごいですね。ソフトバンクに関して言うと、昔は孫さんは非常に通信事業に対してやる気あったんですけど、最近は全然興味を失っていて、孫さんはむしろ海外で、まあ、ベンチャーに投資する、投資事業にのめり込んでいる状態になっています。でそんな中、今国内でソフトバンクって何に注力しているかというと、まあ、ベースに携帯電話事業があって、それにまあいろんなサービスを追加していくといいますか、例えばヤフーでみんなに買い物してもらいましょうということを言ってますし、さらにまあ LINE がヤフーの傘下にも入っているので、 LINE とヤフーをくっつけて、じゃあもっとねユーザー広げるとかってある中で、さらに PayPay をくっつけることによって、 PayPay をスーパーアプリ化して、 PayPay を使ってもらうことによって決済使ってもらうとか、タクシー呼ぶとかっていうあらゆるサービスを PayPay のアプリ上に提供することによって、通信だけではなくていろんなサービスを使ってもらうことによって収益上げるといったことをしています。やってること似てますね。そうですね。まあだから各社まあね経済が広げるってことは似たりもするのかなというのもあると思いますね。 KDDI に関して言うと、今の社長高橋社長っていうんですけど、携帯の頃にさまざまなパートナーを引っ張ってきて、まあ、携帯電話でサービス提供するってことをやっていて、まあ、昔あの携帯電話の音楽聴くサービスとか本が読めるサービスとかっていうのも KDDI 結構やってたので、まあ、そういったノウハウを生かしてスマートフォン上でさまざまなサービスを 5G で提供しますよといったことをやっています。 KDDI ってもともと KDD っていうのは国際通信をした会社なので、まあ、海外での展開が強いといったこともあったりもするので、例えばじゃあトヨタの車がアメリカで販売されて、アメリカでこの車が通信しなきゃいけないという時には、通信を管理する部分を、まあ、KDDI が提供しますよといったことをしています、うん、であとまあ今国内でいうとガスのメーターとかってスマートメーター化されていて、メーターを見に、ね、人が行かなくても通信でまあ確認できるような状態になっていますので、 IoT 関連は KDDI が強いのかなというふうに言われています。ドコモに関して言いますと、まあ、去年の12月に今までね NTT とドコモっても別会社だったのが、 NTT が追加で出資することによって NTT の完全子会社化されました、うん、なので NTT と NTT ドコモは一体化で運営がこれからされていくというところがあります。で NTT としてはやはりね、今日本の通信会社といいますか IT が非常に弱いということもあるので、海外でまあ展開していこうというところがあるので、 NTT と組んで、まあ、海外でもね戦えるように、これからビヨンド 5G とか 6G とかって言われてるんですけど、まあ、そこに対抗するために NTT 一体で戦っていくという方向にあると思います。今のそれぞれの会社の戦略って決算にも表れてる。そうですね、今現状で言うと決算各社まあ見てますけども、一つ特徴としてあるのが、とにかく通信料収入が減りつつあるというところがあります。で KDDI とかソフトバンクはまあ年間600億とか700億円ぐらい収入が下がるというふうに言われたりもするので、携帯電話各社としては通信料収入以外で儲けると、うん、
ということを一生懸命やろうとしています。スマートライフ領域とかっていうふうにやったりもするんですけど、例えばじゃあ、ね、決済サービス PayPay とか UPay とか D 払いとかっていう、まあ、決済サービスでまあ儲けるですとか、それこそまあ、ね、銀行で口座作ってもらえますよとか、あと住宅ローンを契約してくださいねって言ったら、まあ、金融系で儲けると、コンテンツで儲けるということもあると思いますので、通信料以外で儲けるかというところに各社注力しているものがあると思います。これから覇権を握る企業ってどこだと思いますか？もしくはそもそもないのかっていうところ。それで言うとやはりまあベースはまあユーザー数、契約数と、まあ、実際に、ね、使ってくれる通信の量だったりもするので、なかなかその NTT のまあ強い体制っていうのを崩すと難しいのかなというところはあります。なので、まあね、もう十何年以上かけてゆっくりとドコモのユーザーって減りつつあって、まあ、それが au とかソフトバンクとかに流れたりもするので、昔に比べるとドコモが圧倒的に強いよねっていう状況はなくなってはいますけども、まだまだまあ、ね、その順位っていうのは変わらないのかなというふうには思いますが、ただやはりまあこれからはそういった通信以外で儲けるというところで言うと、やはり楽天とかっていうのはすでにまあその経済圏がもう確立されているので、まあこれから強くなったりするでしょうし、ソフトバンクグループはほとんどのスマートフォンユーザーが使っている LINE を持っているっていうのは大きかったりもするのかなと思います。そう、わかんないっていう、いや非常に面白くなってきたなと思います、うん、これから 5G が、ね、普及してくるっていうふうに言われてたりもしますので、うん、そうなってくるともう人間以外のものが通信するという状況にもなってくると思いますし、人間以外が通信する、例えば歩道に歩いている人のスマートフォンと車が勝手に通信し始めると、車から見えないとこから人がこう出てきたとしても、人が持っているスマートフォンと車が通信して自動的にブレーキ踏んでくれたりとかするでしょうし、信号と車が通信するようになると、信号が赤の標準の時にはもう勝手にブレーキを踏むように自動運転的にコントロールするってことも可能だったりすると思うので、これからいろんなものが通信していく世界っていうのはもう本当に何でもかんでも通信していくようになってきているというふうに思いますね。今の携帯の4社の戦略であったりとか、経済圏がどのように広がっていくかについてはどう思いますか？それでいうと 5G 非常に期待されてるんですけど、まだそういった具体的なビジネスとしてお金が生んでるかっていったらそうでもないような状態になってるので、結構ここは今ほぼスタートラインに4社が立ってるのかなという状況にもなっています。学生がじゃあ自分がどこで働きたいかみたいな視点で Yahoo と LINE くっついてるからなんか良さそうだなぐらいにしか考えがまとまらなかったんですけど、どういう観点を見るといいよっていうポイントがあったら教えていただきたい。一つにはやっぱりドコモと KDDI は通信会社なんですよ。通信会社出身でいろんなインターネットサービスとかを取り込もうとしているというところがあります、うん、なので彼らとしてはとにかく通信をつなげるっていうところがまず最大のまあミッションとしてある会社なのかなというふうには思います。ソフトバンクはまあ本当にインターネットカンパニーといいますか、いろんなインターネットサービスを起点にして、まあ、そこの、ね、一つとして通信を始めましたというところがあったりもするので、まあ、インターネット屋さんが通信を始めましたよというところもしますし、楽天もそれに近いのかなというところがあります。ただ楽天は、まあ、三木谷さんもともと金融出身だったりもするので、結構金融に強い会社といいますか、金融とインターネットがまあがっちりとある中での、まあ、新たに通信を始めましたという感じだったりもするのかなというところと思いますので、自分がどこが最優先なのかなというところが一つポイントになってくるのかなと思います。ありがとうございます。ということで今回は携帯キャリアを運営する会社の勢力図についてお伺いしたんですけど、これから就職活動を始める方であったりとか、もう就職してるけど通信業界にちょっと興味のある方のちょっとでも参考になったらなと思ってます。ということで本日は石川さんありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。